新型の3000トン級タイゲイ潜水艦がついに進水しました。静粛性にかけては世界屈指の潜水艦です。実はこの潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されていたようですよ。今回はその秘密について見ていこうと思います。新型超魚雷の話だけでなく、いろいろな他の装備についても同時に見ていきます。そう、流型潜水艦はタイゲイの先輩でもあり、通常動力型潜水艦では世界トップと定評がありました。海自自慢の潜水艦でもあったのですが、衝突事故を起こしてしまいました。それも非常に気にかかるところですが、別の機会にお話ししましょう。2020年10月、長い間名前が決まっていなかったため、便宜上3000トン型と呼ばれていた海上自衛隊の最新鋭潜水艦が進水式を迎えました。同時にタイゲイと命名されたことも報じられたのです。タイゲイ型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められていました。2021年2月時点では、このタイゲイ型潜水艦がどれくらいの数建造されるのかまでは明らかにはなっていません。タイゲイ型の登場で、前級となった双竜型は12隻、前々級の親潮型は11隻建造されましたが、目標だった実動潜水艦22隻体制が整いつつあるわけですから、さらにそれを増やすのか否かの判断によるでしょう。ちなみに、タイゲイ派漢字で、大クジラ、双竜派を竜と書きます。竜は空想上の生物ではありますが、両方とも、海に、関係の深い生物ということです。そういった生物にちなんだ名前というのが、潜水艦らしいと思いませんか？余談ですが、この漢字名の二艦は、太平洋戦争中に実在した艦艇でした。大クジラは、潜水母艦として作られ、後に航空母艦に改装され、マリアナ沖海戦にも参加したそうです。戦後、解体され艦としての命を終えました。青い竜は、航空母艦で、真珠湾攻撃に参加、ミッドウェー海戦で撃沈されました。あの戦艦ヤマトのように有名ではありませんが、二艦とも、大日本帝国海軍艦艇として、立派に働いてくれたと思います。では、現代の、タイゲイ型潜水艦のデータを紹介しましょう。基準排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルですから、基準排水量は50トンほど増加しましたが、それ以外は、そう、竜型の後期欧竜などとさほど変わらないサイズです。大きさ、規模だけでなく、全体の形状も含めて、タイゲイ型は、そう、竜型のすべてのデータを踏襲しているようです。一見してわかるような新機軸は導入はしていないということでしょう。タイゲイ型について特筆すべきことは、そう、竜型最後期型である11番艦欧竜や12番艦東竜と同じリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用していることです。リチウムイオンバッテリー自体が将来的にはもっと高性能化する可能性があるので、しばらくはこの機関構成が海事における標準的仕様になると考えて間違いないようですね。リチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を搭載した欧竜以後の潜水艦の最高出力は水中で約5600馬力ですが、実はそれまでの双竜型が約8000馬力ですから低下していることになるのです。
馬力が低下したため、水中での最高スピードも約20ノットから約18ノットへ下がってしまったのですが、連続潜航時間や持続可能なスピードが向上したおかげで、運用上の運動性能は上昇したと言われているのです。悪いことばかりではないということですね。体外型では艦の耳目であり、敵の存在を探知する重要な機器である。ソナー類も、双竜型から進化した Z99-8 タイプになっているそうです。それと同時に、艦首に沿って包み込む形の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなども実装されています。また現在共同光線能力があらゆる分野で進んでいますが、体外型潜水艦はしっかりと対応できるのです。友軍の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータリンクを行うことで、自分では捕捉できてない敵目標への攻撃もできるというわけです。体外派従来の他の潜水艦と同様、艦首部分に片側3門ずつ、合計6門の 533mm 魚雷発射管を備えています。主兵装として、派は、地球式、および、新型の人は、地式長魚雷、または、ハープーン追艦巡航ミサイルを搭載しているのです。注目すべきは、新型の人は地式長魚雷です。この魚雷は、従来型の魚雷に比べて、敵のおとりや、義眉への対応能力がアップしているのです。それだけではなく、先進度でも使用可能であり、今後の主戦場になる可能性の高い、東シナ海や南シナ海、比較的浅い海域ですでの使用も想定されていると思われます。人は、地式長魚雷は、対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能な魚雷ですが、中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型水上戦闘艦を牽制するためには、最も強力な兵装の一つと言えましょう。さて、体外型が収益もしていないうちから、かなり気の早い話題だと思いますが、次級の海自潜水艦が、どのようなものになるのかということも、巷では、非常に興味を持たれている部分と言われます。この理由ですが、体外型が、そう、竜型のキープコンセプト上にあったことを考えて、今後のデザインも含め、全面的な刷新を期待しているからだろうと、個人的には感じているところです。また、2019年、MAST2019 というイベントで、三菱重工業が、近未来の潜水艦というイメージ画像を展示していましたが、その画像に、現行の体外型からの大幅な変更があると気がついたという指摘も、かなりあるようです。こうしたイメージ画像の新型潜水艦を見ると、現行の体外型に比べて、セイルの位置が若干後方に移っていますし、同時に、一層船体と一体化した流線形のフォルムの中に組み込まれているようにも見えるのです。しかし、これはあくまでイメージ画像ですから、実際の次級潜水艦のデザインが果たして、どういったものになるのかは、まだまだ一般に知らされることはないだろうと推測されています。推進方式に関しても、現在、急ピッチで自動車など民生品について開発が進んでいる全固体電池を潜水艦用への実用化することが進んでいけば、現在使用され、評価の高いリチウムイオン蓄電池以上というより、はるかかに長い航行時間や広い行動範囲を得る可能性が高いと言われています。つまり、期待を寄せられている電池ということですね。とはいえ、最終的には、ドイツの209型や212型などの潜水艦が採用している燃料電池を高性能化していくことが本命となるのではないかと思われます。次級の途中からかもしれませんが、いずれは、
それが、通常動力型潜水艦のスタンダードとなるのではないでしょうか。電池である以上、どうしても、充電の必要があります。一度原子炉を稼働させれば、半永久的に動き、充電の必要がないと言われる原子力推進型潜水艦原潜のメリットを声高に叫ぶ人が多いのは確かです。ただし、物が物ですから、万が一の事故の場合、乗組員の生命だけではなく、付近の海域にも、多大な影響を及ぼすことになります。また、引退した原潜の原子炉は、どうするのでしょう。その後始末など、面倒なことを無視して、いいと、小鳥というのは無視が良すぎますし、地球に怒られますよ。原子炉ではなく、燃料電池を機関部として使用すれば、瞬間的な水中移動速度などにおいては、原子推進型に引けを取らない、30ノット以上の高スピードも期待できるのと言われていることは、重要なポイントだと思われます。